はい、えー、それでは今から平成三十一年のですね、一回目十二、えー、月担当試験試験の、えー、解説動画ですね、えー、始めさせていただきます。えー、財務系論ですね。担当しますのはレクスに講師の影山と申します。よろしくお願いいたします。 はい担当試験ですねお疲れ様でしたねまあ非常にねこう寒い中の試験だと思いますけれどもまあなかなかこうもう第一印象としてはね難しい試験だなと財務会計論についてもですね非常にまあ難しいなという印象を持ちましたでおそらくね管理会計論もですね非常に難しいというところだったのでまあ受験生の皆様にとってはですね結構濃くなあのまあ試験だったのかなという印象は持ちますはいでまあ一応ですね財務会計論の回答の方が出揃いましたのでまあそこをどうかという形で 詳細解説につきましては、ですねまた後日の分析会やですね過去問講座をお伝えをしますので、ざっくりとですね全体的に簡単に解説の方をさせていただきます。よろししくお願いいますはそれではですね12月試験31年度の試験ですけれども、形式面につきましては、昨年度以前とですね大きな変化はありませんが、ただ問題数ですね、少し変わりました。 まあその個別の問題と理論の問題そして総合問題というですね、えー、まあこの三部構成は変わりませんが、えー、個別の計算問題が、えー、昨年度ですね平成30年度は 13, だ13台であったのに対して、えー、計算問題2台減少していますなので配点としては、えー、8点 ×11 台のですね88点になりましたはい、えー、その代わり理論の方が2台増えています、えー、平成30年度の2回の試験は理論はですね、えー、9台 の出題でしたがそこからまあ計算の個別の分だけ入れ替わるような形で2台増えておりますので、えー、個別の理論の方もですね11台つまり配点としては88点ですね、えー、16点増えています。で総合問題につきましては、またですねえー、6台 ですね、6台がまあ配点としてはですね、えー、4点の問題が6台出ていて、えーまあ、計24点という形式については変わりませんはい、えー、なのでまあ理論がですね、えー、増えて計算が減った分ですねまあそもそも平成30年度ですね計算が13台で理論9台なんで、まあ、ちょっと計算にウエイトをですね置きすぎなのかなって思いましたんで、えー、まあ個人的には今年のですね31年度の形式の方があ、まあ、より望ましいのかなとは思いますはい まあこれは形式面につきましてですけども、えー、まあ難易度のもですね気になると思いますけども、えー、まあ冒頭申し上げたとおりですね、まあ、非常に難しい特にですね相互、えー、問題ですね相互問題があ強烈にまあ難しい問題ですねそして細かいところまで出ているんで、まあ、ここはかなりですねこう厳しかったのかなと思いますで、えー、個別の計算個別の計算につきましては、えー、まあややね難しくなったかなというところですかね。 で理論も同様ですやや難しくなったというところで、まあ、前提としてはですね個別の計算、えー、理論問題やや難しいそして相互問題がですね、まあ、かなり難しくなったというところなので、まあ、前提として、えーまあ、少し難しめる財務会計論というですね、えー、印象を持っていただければと思いますなのでああのー、まあ、出来がですねあまり良くないなと思われている方もですねまあそんなに落ち込む必要はないです、ね、まあ、おそらく管理会計と財務会計のダブルパンチで,ですねかなりこうへこんでらっしゃる方も多いと思うんですけれども えー、ただ、ボーダーは全体としても、ね、あの下がるとは思いますので、えーまあ、そこは、まあ、気にせずというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、ねまあ、早く、ね、こう気持ちを立て直して、えーまあ、次に進んでいただくように、ね、していただきたいなと思います。はい、で、財務会計論としてのです、ね、ボーダーは、ねまあまあ、112から120、ね、6割弱ぐらいというところですを、ねえーまあ、1つ想定しております。はい まあ全体としてのボーダーですね。110から120で。なで、まあ前回ね、まあちょっと目標ライン130点でこれちょっと高く設定しすぎたっ、えー、てしまったんですけれども、まあ前回よりもね、えー、目標ラインとしては少し下がるかなとは思います。はい。で、えー、まあ理論をですね、理論につきましては前回前々回と比較して難易度は高めです。えー、ボーダーとしてもですね11台、えー、88点中。 まあ難しいね、えー、ものがいくつか紛れ込んでいますので、まあ、特に問題の頃ですね特別目的会社に関するところなんかは、えー、もう見た瞬間にね、えー、もう鉛筆転がしてで丸をつけるような、えー、まあそんな問題ですし、えー、まあ,あとはですねリースであったりだとか関連当事者もですねなかなかこれ難しいものが出ておりましたので、えー、まあその辺はですね正解できなくても仕方がないのかなと思います。 なので正当可能性、このところで、ね、いかに拾っていくのかというところでなんとかですね、えーまあ、できれば56点取りたいですね。できれば56点取りたいというところです、はい。で、個別の問題ですね、計算の個別もやや難しめです。えー、88点ですね、11台中、えー、7台ですね、56点を一、えー、つ目標としていただきたいというところです。はい で、まあ、前回もね、えーまあ、優しくはなかったんですが、まあ、好評動画だと優しいって言っちゃったかもしれませんけども、まあ、蓋を開けてみるとですね、えーまあ、受験生にとってはなかなか難しい問題でしたんで、えー、まあそれよりもね、まあ、少し上がったのかなと思います。まあ、少し細かいところであったりだとか引っ掛けがね、えー、結構あったりするんで、えーまあ、できたと思っても間違えていたりする問題もねあったと思います。はい でそれに対ししてでですすね相互問題こ、まあ、ここは相当難いいかなというとうろです、まあ、確実に取らなければいけないところは1箇所ですね売上げ価のところ、ね、そこはまあ確実に取っていただきたいんですけども、まあ、正直それ以外は、うんまあ、取れなくても仕方がないのかなという印象はありますので、えーまあ、4点は拾って、まあ、できればもう1つ何とか拾っていきたいかなというところですねまたこれは後で、ね、コメントの方をしていきたいと思います。はいでまあ、全体の印象としては えまあ計算理論ともに、ね、難化した印象難しいというです、ね、印象です、まあ相互問題ですねマイナー論点が出ていましたので、えー、まあ関連会社から子会社に対するです、ねえー、成果連結商品売買ですね、えー、まあこれなんかなかなかこう細かいところまでカバーされている方じゃないとで,す、ね、できなかったと思いますし逆にまあそういった細かいところをカバーされている方はそれほど多くありませんので、まあ、基本埋没と考えても構わないととと思いますす、はいまあ、全体ししてて割割弱ですね、まあ、6割取れれば論、ま、は同じかなと思います。 はいえー、それではですね、えー、個別の,計算のお問題、えー、順に解説の方をですね入らさせていただきます、はい、では、えーまあ、こちらねちょっと、あのー、動画をご覧になられてる方は文字とか小さくて読みづらいと思いますけれども、まあ、おそらく気になるところとしてはやはり各問題の正答可能性こちらですかね、えー、で解答のは解答速報のですね PDF なんかを ネットでご覧になられれば回答の方が出てくると思いますので、まあ、どちらかというとこの正当可能性のところをですね、えー、まあ申し上げながらね解説の方をしていきますはい、えー、それでは見ていきましょう、えー、まず問題の1ですね、えー、概念フレームワークに関するえ問題になりますが、えー、これは正当可能性こうですね、えー、確実に正解をしなければいけないところですはいで、まあ、理論問題はね時間の都合上、えー、間違った選択肢をですね中心に解説をさせていただきますはい で、えー、ここ間違っているのはですね、えー、うとえですね、うと、A、えー、なので待ってるのはですね、えー、あいいなんで、1番が正解になりますが、えー、まずです、ね、概念フレームワークですね、構成要素の定義を満たす事象は、おのずとこれらの目的や役割と適合することになるとありますけれども、はいただ、ね、定義満たしたって、 財務の目的と適,適合するとは限らないですよね。えー、自己創設のね、代表的なものを学習したと思いますねで、まあ、その自己創設の例を思い浮かべることができれば、まあ、このうわで待つということがですね、えーまあ、一発で、えー、分かると思いますし、まあ、これはねあの選択肢としてきれなければいけません。はいで続いて A ですね。A は、えー、これ、利害調整機能ですね。えー、会計情報の大務報告の利害調整機能につきまして、えー、ついてのですね説明になりますが、えー、利害調整機能は、 まあ副次的に利用されているというところは、えーまあ、OK、ね、概念フルマークはです、ね、情報提供機能メインで、えー、副次的には利害調整機能といったね討議資料ですけれども、ただ、その後ですね副次的なものと位置づけられることから、会計基準の設定開廃の際の考慮の対象とはならないとありますけれども、はいこの利害調整ですね、この利害調整機能が、会計基準設定開廃のまあ足かせになるということもですね当然ありえますので、だから考慮の対象にならないというでする、ねまあ、最後のところが間違いですね。まあ、こういった副次的な 部分ね利害調整についてもね、えー、まあ斟酌しながら会計基準の設定開廃っていうものを、ね、進めていかなければいけないということです。はい。まあここはね必ず正解が必要になります。はい。では続いていきます。えー、次が問題の二ですね。これは手形ですね、えー。手形の問題。まあ前回もですね、こう伝票会計なんかが出て、まあ少し伝統的な論点がですね、えー、まあここ最近出ているわけですけども、えー、まあこの手形のね問題、まあ生徒からさこれ注意させていただきました。 むしろこう日照簿記の2級だとかをですね学習されている方の方がです、ね、解ける、まあ、そんな問題だったのかなと思いますで解決手検生は,です、ね、やはり手形って入門の始めの方では学習するんですけどもなかなかこう担当近くにです、ね、繰り返しこう頻繁にやっていくラインナップには上がらないんですよね。まあ、それはやっぱり取材の頻度というものが年々減ってきているというところがまあ大きく気にしています、ねえー、なのでなかなかこれも正解できなかった方がですね、えー、結構いるんじゃないのかなと思います。 はい、では取れている内容、まあ、問題自体はこれはですね実は難しくはないんですね、えー。流動資産に属する受け取り手形の BS 価格ですねこれを求めていかな,いなければいけないんで、まあ、おそらくこの入門で手形をですね学習したばかりであればこれできるんですよ。はい、で流動に区分される、えー、受け取り手形の金額ということで、まあ、まずベースとなってくるのがこの受け取り手形8万2800ここになります。で、えー、2の括弧の1番ですね。 えー、商品4800で売却して代金のうち2000は当社売り出しの受け取り手方なんで約束手形なんでこれあのすいません支払い手形ですね当社売り出しの約束手形を受け取ってるんで支払い手形の取り崩し残った、えー、これ2800を受け取り手形としていきますんで、まあ、ここで2800入ってきますねプラス2800プラス2800 28ですねはい。 で続いて2のカッコの2番は、えー、これ、為替手形ですね、為替手形になりますんで、えー、まあ要はですね当社が売り書金と改革金を決済するために振り出すものですから、だから当社からすれば、これ、手形動かないんですね、売り書金と改革金減らして終わり、はい、だからここは関係ありませんよ、はい、続いてカッコの3番、カッコの3番は、えー、これ、自己受けの為替手形ですね、売り書金を解消するためということですから、これ、売り書金減らして受け取り手形を増やしていきます。 まあ要はその売り掛金だとですね、えー、強制力がですね弱いので、まあ手形債権に変えていくと、手形法で守られている手形債権に変えていくということですね。えー、まあ手形だと不当たりありますから、ね、えー、こう債務者に心理的な圧迫を与えるというようなイメージですね。はい。なので、五千ですねこれ受け取り手方に増えなりますとプラス五千。はい。で続いて二の括弧の四番ですね。え手形が裏書き調度されていると。 で代金のうち2000が裏書き譲渡してるんでこれ受け取り手方の減少ですねで残額かけですから、えー、なので2000が受け取り手方の減少ということはマイナス2000ですねはいでカッコの5番ですねカッコの5番はまあ譲渡した受け取り手方が不渡りになりましたと で不渡りになった場合は不渡り手形を計上しますけども不渡り手形ですね、えー、これ基本的に破産構成再建等で BS 上表示をしていきますでかつですねこれ括弧の5番の一番最後に1年内に回収できる見込みはないとありますからその破産構成再建等運って話を知らなくても流動に区分するってことはないだろうっていう判断が働きます。だまあそこはできてしいです、はい、とするとこの括弧の5番は完全にいらないんですねダミーデータになります。はいでですんで まあこの8万2800に5,000と2800を足して2,000を引いたものこれが受け取り手方金額ですがただ最後ですねこれ貸しだ引き当て金を引いていかなければいけませんので1%の貸しだ引き当て金を引いていきますはいなのでまあこのね8万2,000足す5,000足す2800引く2,000にーまあ99%かけるとかですね1%を引いてあげたものが回答になります。 まあ決して難しくはありませんけどもやはりですねう、えー、担当生にとっては、まあ、当然論文生はできないんですけどもね、えーまあ、ちょっときついかった人もいるのかなと思います逆に、あのー、この入門機の手形の内容ね、えー、しっかりと練習されていた方は、えー、そんなに難しくなかったとはいそれでは続いていきます次が3番棚卸ろしさの評価、えー、また理論になりますでこちらは、えー、難しくないですねこれも正当しなければいけない正当可能性こうの問題ですはい間違ってるところですね、えー、あと E ですね、えー、あは 販売活動及び一般管理活動において短期的に消費される事務用消耗品で、まあ、これが棚卸さんの範囲に含まれるというのはね超典型です。でただ、まあ、この事務用消耗品これはこの経済的劣化に禁止しており物理的な劣化に禁止していない場合回収可能な額まで僕はを切り下げる必要はないとありますけども、えー、別にこの短期的なに消費される事務用消耗品も通常の棚卸さんと同じで、えー、まあこの原因ですね収益性的な原因なんかにかかわらず 回収可能価格、まあ、つまり賞味売却価格までですね、えー、まあ墓をあすいませんここは買収しないんですいません、ね、回収可能価格まで簿価、えー、を切り下げていかなければいけないということですねだからま必要はないという方法がバツですねまあ普通の田村さんと同じように回収可能な金額まで簿価を切り下げる必要はありますよと、ね、原因かけないですよというところはいで「胃の方は 再調達原価をですね、商品売却額に変えて使うという話ですけれども製造業によっては再調達原価によることとなりますけどもあのこれは製造業だって再調達原価をまあ使うことができるという容認規定になりますので製造,製造業だからといって、えー、再調達原価を使わななけければいけない、商品売却額に変えるということはないんです、ね。一、ね、応、まあ、条件としてはね商品、えー、売却額が再調達原価と,かとですね補償を、えー 合わせて動くですね。まあ、こういった条件付きで再調達減価の適用というものがね可能になります。まあこれはですねあたかも製造業は再調達減価を使わなければいけないとする選択,選択肢ですから、えー、まあ、これはバツになると。はい。なのでまあ、U、とエですね、えー。ここを選んでいただきたかったというところです。まあ、ここは必ず正解しなければいけません。ウと A 自体もですねそれほど難しくないあのー、もうメジャー論点ですからあのー、まあ、丸っていうふうにですね容易につけられます。はい。 えー、それでは続いていてきます問題の4問題の4はちょっと悩ましいですね、えー、部分が出てました正当可能性は中に、えー、させていただきました正当可能性中ですねはい、はい、で問われているのは小手資産さんの取得原価および資本的質の合計額ということで。 まず自家建設ですね自家建設に、えー、より取得した固定資産で実行予算の7万5,000に、えー、追加人件費3,850を足していきますで、えーまあ、多くの方がですねこれまず考えていったのはこの利息,です、ねえー、利息をここに乗っけていくかどうかというところで。 まあ一応4人規定として利息を乗っけることができますが、まあ、その4人の要件というのはです、ね、建設に要するカりディションの利子でしたでこれ問題文からですね、えー、従来から長期運転資金としてお金借りてるってありますねでそうするとこれ建設に要するカりディションの利子とは判断できないんでここはまあ利息を入れないと、うん、はいとするとですね1番で取得原価を構成するのは7万8850ですね7万8850十。はいで続いて2番いきます はい、2番は交換と現物出資の合わせ技になりますで、えー、交換はですね工場用地と工場用地、まあ、交換してますから、えー、これは同種同類の、ね、資産を交換したっていうふうに考えますなのでまあ墓貨を引き継いでいくんですねはい墓貨を引き継いでいきますんで、えーまあ、この1万3千が土地部分の取得原価、まあ、工場用地部分の、えー、取得原価でで、えー、続いてもう片方ですね もう片方、まあ、この土地の40%部分っていうところが、えー、土地との交換になりますもう片方は現物出により取得した部分で、まあ、これは基本時間をですね使っていきます、はい、でその時のトータルのです、ねえー、時価総額が3万5,000ですけれども、まあ、その60%っていうふうに考えていきます、はい、なので40%部分につきましては、えーまあ、交換ですね土地と土地の向上位置と向上位置の、えー、交換ということで1万3,000を取得原価につけていき 現物出資部分は3万5十パーの60%ですから2万1千ですか二、ね、2万1千だから二万一千の現物出資部分と、えーまあ、交換の1万3千の部分ですねこの合計額で2万1千足す1万3千の3万4千ですね2番で取得圏化を構成するのは3万4十パーと40%部分が交換1万3千ですね母下を引き継ぐと60%部分は現物出資 3万5千のかける60で2万1千これは時価で評価をしていくとで合計3万4千ですね一応書いておきますかねえぼ、ー、の1万3十4 0 40部分と、えー、こっち時価ですね現物出資部分の合計でこれが2万1千からはいで次ですね最後回収になりますがこれ資本的質の金額を抽出するということです まず回収総額が12万5,550そこに雨漏りの補修費と定期的な塗装費用がありますけども、えー、これでは収益的質ですね、えー、雨漏りを補修するってことはですね、まあ、現状維持現状に戻すという質だから収益的質で,で定期的なですね塗装これも、えー、価値を増加させるものでありませんので収益的質となので、まあ、12万5,550から雨漏りの補修費用と塗装費用を差し引いていきます、はい、でそうすると、えー、これが10万7,000ですね はいこれが10万でちょっとこの問題の難しいところはまあその後ですかね緑化のための植栽この1,750の支出これがまあ資本的質なのか収益的質なのかっていう判断でなかなかこれ難しいと思います。はいただまあ緑化のための植栽はですね、えー、まあ価値を増加させると考えてまあ構築物なんかにね、えー、していくケースがありますので、えー、まあここは資本的質と考えてプラス1,750を加えていくと。 でさらにいやらしいのがですねあの、この雨漏りの補修費と塗装費用はトータルコストの12万5,550円の中入ってるんだけどもののための食材はベッドして捨てるんですね。だからこの部分を読み落としてしまうとこれ12万5,550円から1,750円引いちゃうというようなね、えー、まあ、そんな結論になって、まあ、選択肢がないようなね形で慌ててしまう可能性がありますんで。 えまあこういったね読み取り注意をしていただきたかったところにはなりますがいずれにしてもまあちょっと判断難しいところはありますんでねえまあ正当化の際は注意させていただきます。で回答としてはですねえこれは3番かな全部合計すると3番になりますはいでは続いていきます次が問題の後でえ特別目的会社を活用した不動産の流動化とありますがまあとりあえずこれはもう見た瞬間にもうパスですよもう先ほど言いましたけどもね鉛筆転がしてえまあ当てればラッキーと。 いうまあそんなね、えー、位置づけの問題になります。まあ一応簡単に解説だけしていきますけども,もうここどういかく気にしないでください。はい。えー、間違ってるの不動円です。不動です、ね、なのでまあ回答しては一番が正解になりますが、譲、え、渡、ー、人が流動化した不動産通常の契約条件により当該不動産の不動産管理業務を行ってればいる場合。 え元所有者であったという地位を利用している可能性があるため当該不動産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他のものに転しているとは言え貿易却処理は認められないとありますけれどもはいます通常の契約条件によって不動産の管理を行っているというこのまあポイントは通常の契約条件であれば通常の管理業務であれば譲渡にはリスクはないというふうに考えていきます。 だからリスクと経済的価値のほとんどすべては他に移転してるって考えられるんですね。だから売却処理は認められないとする、えー、ここは間違いなんですね。まあリスクは移転してるというふうに考えるから、まあ通常の不動産管理業務であれば、ね、売却処理は認められるというふうに考えていきます。上端にのでリスクのはですね、えー、まあもう追っていないというふうに考えるんですね。 だからま直接的に罰すのはここなんですけどもポイントとしてはこの通常の管理業務であればリスクを負ってないからですね譲渡できるという、まあ、この上の部分も1つポイントになってきます。はいでも別にあのこれはもう本当に埋没ですから気にしないでください。はいであと絵ですね。絵は流動化したお父さんについて買い戻しの義務がなく、えー、まあ買い戻しの権利なんかですねあと優先買い取り交渉権、まあ、こういった権利だけを有していると義務がなくて権利だけを有している場合って、ね、これ買い戻し条件付き売買による譲渡と同様になりますけども、えー、まず同様じゃないんですね。基準上 えまあこれ細かいね指針の話ですけどもえ同様にとありますけども同様ではないんですね同様じゃないよと同様にまあ売却処理を行うことができないとリスクと経済価値のほとんどすべてが他のものに移転していないため売却処理を行うことができないとありますけどもえまあ買い戻し条件売買のですねえ譲渡とは異なってこうリスクの負担これがですね直ちに結びつくものじゃないんですねはいなので まあ他のものにですねリスクと経済価値のほとんどすべてが、まあ、移転していないこともあるから、まあ、そういった実態で判断しましょうっていうのが正しいね、えーまあ、足,に足というか正しい、えー、意味合いになってきますだからとにかく同様とは言えないですね買い戻し条件付き売買の譲渡と同様じゃないと義務がなくて権利だけあるようなものと買い戻し条件付き売買ねこれは同じようなんですね、えー、まあ似ているようですけども違うんだと。 で、リスクの移転というところも一概にはいないんで、実態にもついて判断をしていきましょう。っていうのがね、えー、まだ修正になります。修正とかまここが間違ってるというところですね。はい。ただ、もうここは気にしないでください。はい、では続いていきます。次が問題の6でまあ、問題の6は特にですね。難しいところはありませんので、ここは正解しなければいけません。正当化の成功ですね。えー、ま敷、あ、いてあげるとすればまあまあひっかけですけれどもね。この立木相場の部分ですかね？ 利付相場で98501万円付き9850の返礼消却を行っていますので、えーまあ、この利付き相場のですね、えー、中に利息入っていますからね、まあ、この利息部分っていうところをちゃんとですね考慮することができたか、まあ、利息は利息ですからね本体と利息はね区分しなければいけないんで、えーまあ、この1万円付き9850から利息を除いて差額で償還、えー、損益消却損益を、えー、算定できたかどうかというところですははいいい、まあ、ここはね特に解説のはいらないかなと思います。 ははいそれでは問題の7ですね、えー、資産除去債務で、まあ、やっと出たかなという印象を持ちますが、えー、複数の有形固定資産がですね登場してくるケースになります。はいで、えー、まあちょっとこれは番章していくと、えー、資産 A がこれ、耐用年数6年ですね、耐用年数6年で,で、使い終わった後に除去しますと。で資産、B、の方は年年数3年で 新しいですね B がもう一回やってくるわけですね、まあ、こんなイメージですかねはいで A の方は6年使い終わって4500ですね払って除去されると、まあ、割引前で B を除去するときに、まあ、3年間に1回ですね除去しますけれども、まあ、3000ですね除去支出がかかるとはいで B を除去する法的義務はないよ。というのが前提条件でその場合はですか。か、えー、このまあ、要は機械 a ですね。機械 a と同時に除去される b の3000分も、ここは資産除去債務に入れていくんでしたね。a の資産除去債務に入れていくということでした。はい、ここですね。なので、b を除去する義務はなくても、この a と除去される、えー、金額についてはまあ、これ一緒に扱っていきましょう。と、ただこの途中ですね。途中で。 支出される3000部分については資産除去債務の対象にはならないまあそもそも義務ないわけですからねそもそも義務がないわけですからこの資産 A 機械 A と同時に除去される B の除去支出だけまとめて、えー、まあ、資産除去債務にしていくとで本物は関係ないですけどもねまあ、この機械 A の、えー、まあ、資産除去債務っていう風うに扱っていきますで問われているのは BS に計上すべき資産除去債務の金額で、まあ、割引前の金額が与えられてるんで、まあ、割引でていきますけども、えー、資料の4番ですね使っていく割引率、まあ、これも一応ね一つ選択をしていかなければいけませんで資産除去債務はですね、えー、リスクは必ずキャッシュに反映するっていうことですから、えー、率の方は無リスクの利子率を使っていきます、えー、つまり2%を使って、まあ、6年で割引くんで、えー、原価係数0.880を使っていって割引で計算してもらえればと思います、はい、であとはまあ一応2年間経過していますから ここから割り引いて2年分戻してあげて利息費用2年分足してあげて資産除給債務を計算していくと。はい、でこれは5番ですね回答は5番で正当可能性はこうになります。まあ、対策もね念入りに立っていると思いますんで当レや問題士なんかですね念入りに立って、えー、いると思いますんで、えーまあ、これは正当可能性はこうとさせていただきます。はい えー、それででは次ですね問題の8、まあ、これもちょっとですね細かな、えー、部分が出ていますので若干難しいのかなというところで、政党可能性は中です。ね、正当可能性は中ですねはいで、えー、問われているのは罰1年度末の貸借対照表の資産の分に計上される費用または損失の繰り述べ額ですね、えー、なかなか珍しい形式ですが資産の分に計上される費用または損失の国の部額の合計、ね、これを求めていきましょうと。はい でまあ、当社は選択可能な会計処理がある場合最も当期の費用が少なくなるように会計処理を選択するということですから、まあ、基本的にはその繰り延べさんなんかは繰り延べていったりすると。はい、で、えー、まず株式交付費ですけれども株式交付費につきましては企業規模拡大のための資金調達を目的とした、えー、株式交付費3000円ですね、えー、これ当期の第三期種に交付をしていると。 でこれれ当然延んに計上できるんであれば計上上ででききるあばしていきますただちょっとすごい引っ掛けですよね資金調達による効果は5年継続するってありますけれども、えー、株式交付費の消却期間ってマックス3年ですはいですんでまあ3年でね消却をして残ったものが2500はい2500ですよとだからまあこの5年使ったらいけないんでねなかなかこれ厳しいですね えー、引っっっっかかかかちゃたた人も結構多かったかと思います、はい、であとはですね、えー、株式交付費の、えー、残りの2400ですね、えー、つまりもこの話ですねこの全 TB の株式交付費の残りの2400は、えー、これ株式分割にかかる支出ですとありますがこの株式分割にかかる支出って企業規模拡大のための支出ではありませんので、えー、これは繰延さんに計上することはできません、ね、あくまでも繰延さんに計上できるものはですね企業規模拡大のために行った資金調達に関する支出部分の不、まあ、随表的なものですから。 で株式分割に関する、えーまあ、支出これは計上できませんよということですねはい、えー、だからまず株式交付費からは3,000のうち、えー、未償却額2500これが BSN ドるとで次開発費ですね、えー、開発費もまず4の括弧一1番で形状的な性格を持つものはこれ開発費として計上できないんで、はい、ここ×ですね でそうじゃないえ四千八百まあここを開発しとして計上していきますで内資産基準の支出ですからまあ五年間の消、えー、却でですね当期、えー、は九ヶ月の消、ね、却をしていくと残りがですね、えー、これ四千八十ですねまあ七百二十を消却するんで残り四千八十とはいで二千五百と四千八十で最後ですね、えー、まあちょっと細かい論点ですけれどもまあ私のレジュメなんかだと栗べさんのところで学習をしている、えー、まあ臨時ですね共、えー、学 で法令を持ってっていうですね、えー、まあそういった損失部分は企業がかわいそうだから政策的にくるのめることができるよっていう話でしたなのでこれ栗延さんではないんですよ正確に言うと栗延さんではないんだけれども、えーまあ、その将来の損失ごめんなさい、えー、損失が出たらですね、えー、それをくるのべることができると災害なんかですね生じた損失で多額でで法令を持って認められてるんであれば栗延刑事をすることができるということですから、えー、まあこれ8,000の損失については栗延刑事をできるとでも 公安部分ですね2,500は当がほぼの対象にならないってありますで2,500はこれ繰り延べちゃいけないんですねだから8,000の部分を繰り延べていきますがええー、まあ当期ですね1か月分かな当期第4機種に生じた天才による損失ですから1か月分ごめんなさい3か月分か3か月分焼却をして、えー、繰り延べていきますまあ最大5年の焼却期間ってりますんで、えーまあ、この部分ですね最大5年間使って3か月分だけ焼却すると残った損失額ですね繰り延べ損失額が7,600ですねはい。 でこのの合計で、えー、6ですね回答の方が6になりま,すまあちょっと細かいですかね細かい部分も多いので、まあ、これもね本当に入門で栗野別さんなんかを学習した後であればですね解けるんですけどもね、えー、まあよほどねこう正確なですね知識を身につけていないと、えー、なかなか厳しかったかなと思います。まあ、正当完成中です、うん、まあ、特にですね今回管理会計が非常に難しかったっていうところでこのメンタルを引きずって財務会計に来るとですね普段のパフォーマンス発揮できないっていう方もですね発揮できなかったっていう方も結構多かったと思うんですけどもね。 何、えーまあ、とかねこう丁寧に拾っていけることができたか、ね、いち早くねこう冷静さを取り戻すことができたかっていうところはね一つ鍵になったかと思いますはいそれでは問題の Q いきます問題の Q 出ましたね次というかまあ収益認識ですね新しい基準が、えー、一つだけ足出ましたはい、うん、まあ内容は全然大した話ではありません一応レックだと公開無視でも出していましたので、えーまあ、判断できたと思いますけれどもただ、まあ、新しい基準ということで、まあ、早期適用の基準ということで、えー、これはまあ正当化の際中にさせていただきましたでも まあ、取っていただきたい問題ではあります。内容的には難しくないです。はい。A はですね通常の委託販売に関する問題で、で委託者商品を受託者に積層した時点で売上を計上することができるってありますけども、まあ、こんな規定ないですよね。基本的には原則は受託者がお客さんに商品を売った時に売上計上できるんですね。まあ、その時実現のニューオ満たすと。で四人で仕切り生産所到達の基準がありますが、まあ、それに関してのお話でもありませんので。 ええー、まあ、こんな規定ありませんよということで、バツですね、ああ、バツ。はい。で、いいですね、これが、まあ、まさに新しい基準、収益認識に関する会計基準のお話です。で、その中で、回収基準は回収期限到来基準が認められているとありますけれども、これバツですね。はい、ここがバツで、ええー、まあ、優しいですね。なので、収益認識の。 まあ講義受けられてねレジュメを見た方はですねまあ正当できたのかなと思いますしまあもしにも出てたんでえまたそこで思い出していただければえまあよりね成とは近づいたと思いますがまあ一応でさっき申し上げたとまり早期的な基準ですので正当可能性は注意させていただきましたはいそれでは続いていきます次が問題の十、工事に関する話ですねはいで工事についてはまず A ですね工事 A はこれ ×2 年度末ですね 2年度のところで工事損失引当金を設定していますんでそして当期完成して引き渡し、えー、終わっています最終年度で2年度で工事損失引当金を計上していてその後見積もりの変更がないんで結局ツ3年度の当期末に計上する損益ってこれないんですねゼロ、まあ、将来の損失は全てツ2年度で繰り額として計上していますから、えー、その罰3年度に計上される損益はゼロですねはい なので、まあ、実質工事 B だけやれば OK ということですね工事 B だけやっていくとで工事 B も別に難しい話はありません、まあ、テキストの説明レベルのお話ですから、まあ、これは正当可能性ですねこうにさせていただきました、まあ、特に数字を追っていく必要はないのかなと思います、うんまあ、一応注意しなければいけないところとしては、まあ、その工事損失期間的の繰り入れ額ですね、えー、これをまあ工事原価の中に入れていきますのでそれを忘れてしまうとですね、えー、回答がずれてしまいます はい、まあそれぐらいですかね。逆に言えば注意するところ。はい。かな。多分二千九百四十とかにされた方は、繰り入れ額とかをね、えー、これ入れていなかったのかなと思います。はい。まあ回答のもですね、二番になります。で、まあ B だけをね、えー、通常通りテキストの説明レベルでやってもらえればね、えー、それで問題ないというところです。正答のせ正答可能性はこうです。 はいで次問題の11財務表の表示に関してでまあ、これも難しくないですかねこれも正当可能性こうですまあ今日のね、えー、本試験は結構難しい問題は本当に難しいのでこうのところやっぱり拾っていくっていうね、えー、まあそういう姿勢はあ必要でしたはいで間違っているところとしては、えー、これは「あと」ですかね えまず A ですね二計算書方式を採用して連結 PL を作成する場合当期純準益は純損益の計算区分において、えー、非支配株主損益調整前当期準列に非支配株主損益を加減して表示するとありますけども、えー、これ非支配株主損益調整前当期純準益なんてないですよね。当期純準益を表示した後ですね、えー、それを親会社の株主にかかる部分と、えー、非支配株主にかかる部分に分けていくっていうね、えー、そういう PL のひな型でしたから、えー、まあこれボケですね PL のひな型が頭に入っているかどうかというところはいまあこんな表示はありませんよと。 いうところですで次が「う」ですね、えー。キャッシュフロー計算書上の表示にについてになります、はい、資金の貸し付けを事業目的にしている企業であっても資金の貸し付けの支出は、えー、投資に関するキャ,キャッシュフローに区分しなければいけないとありますけども、えー、まあこれは違いますね。えー、まあその企業が何をですね主目的にしているかによって営業活動っていうものが変わりますからなので資金の貸し付けを事業目的にしている会社であればですね、えーまあ、その資金の貸し付けは投資じゃないわけですからね営業活動になってくるわけですから。 まあこれの指針の内容ではありますけどもね、まあ、読んでもらえれば、ねえー、判断できるかなと思いますしさらに言ってしまえば「い、えー」e、と「え」もですねこれ容易に判断できますんで、えー、まあトータル的に考えれば正当可能性はこうかなと思います。はい では続いていきます。えー、続いては問題中に分配可能学、まあここは特に解説する内容はないでしょう。あまあその細かな規定を覚えているかどうかですね、えー。まあここ解説の方を割愛させていただきますが、まあ正当可能性はこうですね。これもね、必ず正解をしなければいけない内容になります。はい。えー、それでは問題の十三、ストックオプションですね。入っていきます。ストックオプションも、まあこれも正当可能性はこうです。正当可能性はこうと。では見ていきます。 えまずストックオプションの相手勘定、ね、新株約新株約券が株主主義の分に形状ってありますが、まあ、これは完全に×ですよね。新株約券は株主主義ではないですから、はい、ここは完全に×ですよと。はいで、えー、これ、いとうは丸ですまあちょっとここはですねこの表形式の問題なので、ちょっといとうも簡単にコメントを入れていきますか。ははいののの方は、まあ、この自己株式の取得原価 ねえー、これと新株屋券の母家及び権利更新に伴う払い込み金額との合計額の差額、ねまあ、イメージ的に自己株式の処分差額ですねこれはその他所の条件として会計処理するということなんであので、まあ、通常の自己株式の処分と新株券の権利公審に伴う自己株式の処分、まあ、特に会計処理変わり,変わりませんので、ね、だから、まあ、これもあると。で、うのうは条件変更ですね条件変更によって公正な評価単価が、えー、下がっちゃったケースですよね下がっちゃったケースについても 追加的な処理は行う必要はありませんよっていうことなんでまあこれもあるんですね型。で最後絵ですね絵はですねこれ実はですね、えー、つい最近これと同じような足がですね、えー、本試験に出ていますはいなので過去問なんかですね1問との過去問なんかを見て、えー、いた方はですねできたかと思います今一応講義の中でも指摘はしておりますね、えー、これ理由が違うっていうパターンです 理由が違う,というパターンなんであの初めて出たんであればこの絵の部分はちょっと難しいねっていう話になるんですけども、ねえー、つい最近出ておりましてか,っこでかつ、えー、一問一答問題集にもですね、えー、修正されていますし講義でも指摘されているので正解しなければいけないっていう部分にさせていただきました。ははいこれはあのー 権移行しされずにストックオプションが失効した場合、まあ、戻し利益を、ね、計上して特別利益に計上すると戻し利益という名称で特別利益に計上するっていうのはあってるんだけどもただこれですね過去における費用認識を取り消す必要があるためというででですすすねねここが間間違違いいいはよ、えー、ストックオプションというのは従業員さんの労働を受けてその対価として、えーまあ、報酬としてです、ね、進化物件を従業員さんに与えるというですねそういう、まあ、取引です。 で従業員さんはもう過去にですね、えー、その企業に労働サービスを提供してくれているわけですから、まあ、その部分の取り消しってまあできないわけですよもう労働サービスを提供してくれて企業はですねサービスの提供の瞬間に消費しちゃってるわけですよねその労働サービスをだから一度提供してもらった労働サービスの取り消しはできませんので過去の株式報酬費を取り消すってことは基本できないんですねはいなのでこの理由部分ですね過去における費用認識を取り消す必要がある ここじゃないですね。ここがバツです。まあ実際のところはこう無償で提供されたサービスというふうに考えて特別利益を計上していきます。結局本来であればですね、予定であれば。 その従業員さんがですねストックオプションの権利行使をして会社はその株式のをですね時間未満で発行しなければいけないというそういう義務を負担しなければいけなかったところ従業員さんが権利行使をしなかったために労働サービスの提供だけ受けてその義務をですね履行しないで済んだよかったんですね言い換えればただで働いてもらったわけですよ、ね、こっちは報酬払わずに働いてもらったえそれを特別利益に計上してるんです、ね、だから過去の費用認識の取り消しはない、ね、労働サービスの、えー、提供消費っていうものをですね取り消すことはできませんよということでしたはい では続いて、えー、問題の14こちらも正当可能性こうですね、えー、自己新株薬権についてで、ね、まあ論点としてはちょっとマイナーですけれども、えー、まあ正解はしていかなければいけませんで現存が出てますねでは見ていきます、えー、当時あかねて新株薬権3000個を1個、えー、4000で発行していたとでこれ発行がトータル1200万ですトータルこれが1200万ですね トータル 1, はいで、この新株券のうち3000個の新株券のうち600個を取得しましたで、1個4400円で取得して付随費用6万払ってますで、自己新株随費用は取得原価の中に入れますね自己新株券の資産性があるということですから付随費用は入れていきますはい、なので600個かける4400にプラス6万していくと、えー、この自己新株券のトータルが270万になります万はい、これ自己進化物 自己進化物件とはいでその後減損しているんですねはいバにね3月31日に進化物件ですね、えー、時価が1900になったとで減損をしますね著しく下落したってことで減損しますけどもですかこの自己進化物件ですね4400で取得して、まあ、1900まで下落してるんでここの差額を取って評価損特別損失っていきたいんですけどもただこの自己進化物件の減損っていうのは加減があるんですね元々の この発行価格よりも母価を切り下げることはできないんですね。自己進化物価の母価を切り下げることってできないんで、この時間の1900まで切り下げちゃだめなんですよね。だめ。はい。なので、このもともとの発行価格4000まで切り下げると。つまり1個当たりマイナス400なんですね。1個当たりマイナス400切り下げていくと。あ、ごめんなさい。すみません。えー、270までこれ、付随費を入れていくんで、申し訳ないです。付随費を入れていくんで、これ、単価4500になるんですね。すみません。単価4500になると。 すみません付随費込みの単価に入れていきますからねすみませんえそうすると1個当たりすみません、ね、こ500ですね1個当たり500僕は切り下げていきます付随費用込みの単価にしてあげて要は270万割る600で、えー、4500そっから1個当たり400まで切り下げていくんで1個当たり500評価損出てるとでそれら600割りますから自己新株役権の評価損が、えー、30万で新株野権の BS 価格は まあこの二百七十万から評価損三十万を引いた二百四十万が自己新株弁権の簿価ですからね。二百七十万から評価損三十万を引いた二百四十万が自己新株弁権の簿価で、この一千二百万から二百四十万を引いた九百六十万が新株予約権の BS 価格になります。九百六十万ですね。一千二百万から二百四十万引いたものですね。 1> 1個あたりです、ね、500つまりトータル30万の評価損を計上するので、まあ、この270万が240万になるんですね240万になってマイナス30万の自己進化病研の評価損ですねしてでこの240万を1200万から引くと、まあ、直接控除です、ねえー、進化病研は自己進化病研を控除して計算するまあこれ別に書いてなくてもね通常控除しなければいけませんので1200万から240万を控除して960万が進化病研という形で回答は3番はいこれ正当可能性こうになります はい、えー、それでは続いていきますリース会計ここは、まあ、正当から瀬「て」にさせていただきましたまあ中から「て」の間ぐらいということですが、まあ、やや難しめですね「えー、あ」はですね容易に判断できなければいけませんまあこれ×なんだけども ファイナンスリース取引に該当するか否かの判定は、現在価値基準と経済的対応ネス基準と2つあって、でこれらはですね、えーまあ、フルペアウトの中でも、解約不能かどうかっていうところを判定する基準とありますけども、ね、解約不能かどうかの判定なんてのは、これ、リース契約で決まるわけですから、えー、実質、この現在価値基準と経済的対応ネス基準っていうのは、フルペアウトかどうかの判定ですね、えー、これになります。だから、解約不能のリース取引であるか否かを判定ってありますんで、これが×ですね。はい、で、ここから先はちょっと難しいんですね。 でまあ、結論から言うと「い」と「え」が「丸なんですがこの「丸の判断も、まあ、やや難しいんですよ難しいで「う」は「×」です「うがで」が、えー、×、ま」で、あ、何が×かっていうと、えー、ファイナンスリース取引におけるリース資産よりリース資産の計上価格はリース料総額の割引減税価値貸し手の購入価格または借り手の見積もり現金購入価格のいずれかを起訴とするとでこれらを起訴とするのはこれです、ね、リース資産の評価ごめんなさいリース資産の価値評価が重視されてありますリース資産の 価価値評価が重視とありますはい。でリース資産の価値評価が重視されるんであればですかこれ貸し手の購入価格や借り手の見積もり現金購入価格がリース資産とかリーサムの計上価格であればリース資産の価値評価が重視されるということを言えるんですけどもただ、まあ、現行上はこのリース料総額の割引現在価値もひょっとしたらですね リース3とリースタイムの計上額になりえますよね。判定によっては。で、このリース予算額の割引減税価値っていうのは、これリースのこの負債ですね、負債の評価っていうものを重視した結果なんですね。負債の評価の側面。負債の評価の側面と。ここを重視してるとはいなので このリース料総額の割引現在価値を基礎にする、その理由は資産の重視、資産の評価の側面を重視しているっていう。ここがもう結びつきないんですね。結びつきがおかしいわけです。はい。なので。 えーまあ、この部分ですね割引減税価値が入ってるっていうのがおかしいとでもし割引減税価値が入ってるんだったら、まあ、リース資産とリース負債、えーね、リース資産の、えー、ごめんなさ債価値評価と、まあ、負債の側面ですね、えー、リース負債の、えー、側面の方もですね重視されなければいけないとなります、まあ、現行上ねどっちの方を重視してるのかっていうところについては、まあ、言及はされていないんですけどね、まあ、いずれにしてもこの文章には矛盾がありますよと、えー、こちらがねリースの 貸しての購入価格と借り取り見積もり現金購入価格であればリースさんの価値評価の側面ですけども、ね、リース料総額と割引金づ価値であれば、まあ、負債の方の、ね、側面を重視した、えーまあ、価格になるというはずですからはい、まあ、ちょっと難しいですね、まあ、これは、えー、27年かな、えー、論文資金本試験で、ね、これに近いような問題が出題されておりましたはい、えー、それでは続いていきます問題の16、えー、問題の16は個別 BS の退職給付金と連結 BS の退職給付金にかかる負債の、えー、まあその 増加額を求めましょうということですね。増加額でまあこれも難しくはありませんがちょっと番書だけ入れていきますか。はいまず個別 BS の退職給付金の増加額っていうのはまあ今回ですねこれ非積み立ての退職一時金制度ですからこの退職給付金の増加額ってこれ退職給費用なんですね個別上の。はいこれが退職給費用になりますよと。 イコールね、イコール退職給付費用はいだから退職給付費用を求めてあげると退職、えー、給付引き当ての増加額が出てきますまあもしねあのー、年金差なんかがあればね掛け金教室でまたね増加額変わってきますけども今回質見立てですからだから退職給付費用イ,イコール退職、えー、給付引き当ての増加額となりますでも、まあ、一応ちょっと簡単に感情でも書いていきますかね感情的なもの対象給付費用は えー、勤務費用の500と利息費用の720ですねで。ちょっと書いていきますね、退職費用。勤務費用の500と利息費用の720、はい、でそこに、えー、前期に発生した。 数理計算上、路線の貸し方差ありますね。で、数理計算上、路債は8000度の翌期からの費用処理ですからえ。これ有利債ですから、対処企業のマイナスですね。はいで、当期過去勤務費用発生しています。過去勤務費用当期に発生していて、過去勤務費用は当期にですねえー。登記からすいません。費用処理をしていきますんで、10年間。はい、これが60です。で、過去勤務費用一応ですね。どう発生しているのかって言うと。 えまあ問題文の資料の、ね、6にありますが、まあ、これは連結のところのです、ね、対象給付にかかる負債の増加額に結びつきますので、えー、ちょっとですね対象給付債務の方もですね合わせていきますが対象給付債務ですねはいこれ機種の対象給付債務が1万2千で、で勤務費用利息費用は対象給付の増加要因ですねはいでもう一つ資料の6番で 過給付水所の引き上げですから、これ、不利債ですね、つまり負債を増やしますから、600ですね、対象給付債も増やしているわけですね。はいで、これで、まあ、要はここなんですね、増加額はここなんですけども、期末、いくらになったかというところですかね、えー、1万2000足す500足す720足す600で、1万3 8二0と、はい、ここが連結の対象金にかかる負債の増加額ですね。 今回積み立てがありませんからはいなので 500+720+600 の1820ですね1820とこれ連結の退職にかかる負債の増加額でで退職給付費用の方はこちらですねさっきも申し上げた通り個別の退職給付費の増加額になりますはいこちらが1180ですね1180、はいなので回答のるのはですね、えー、4番になります 書いては,番はいでこれもまあちょっとですねまあ正当可能性こうですけれどもまあちょっと中にしてもいいのかなと思いましたがまあ一応ね、えー、こうとさせていただきました、はい、では、えー、税効果会計いきます、はい、こちらも正当可能性はこうですね はいまあ、丸は後位で、まあと、いでここはね、簿記の処理なんでここをですね判断していただきたいというところと、えー、先に言うと、絵ですね。絵はこれ、税効果の改正があった部分で、栗延税金資産を流動または固定に表示しなければいけないってありますけれども、もう今ね、固定オンリーですからね。固定オンリー。で、栗延税金資産も同じですね。流動または投資そのたださんと。これは従来の話ですね。今はもう固定オンリーですから、ね、だから絵は,、ね、は確実にツですね。絵は確実にツで。で、後位はまあと、いは丸ですから、まあ、ここから判断できる。特にあと、いは簿記でやっている処理ですから。 えまあここは容易に判断していただきたいと。で、右は、ね、若干あの難しい部分もありますけれども、えー、税率の変更を伴う法律が決算日後に成立した場合、財務省を修正すべき後発事象として取り扱うと。で当該変更された税率により計算した国の部税金債、国の部税金さんの額を当該決算日における財務省に反映するとあります。まあ、つまり、この税率の変更分ですね、えー、決算日後に成立しました、決算日が3月31日で、まあ、4月の国会で、まあ、4月です、ねえー、成立しましたというんであれば、 その変更後の税率で計算をし直すかというところですけども、それはしませんよと。はい財務省を修正すべき後発事象として取り扱いません。まあ、これはですね、えー、まあかなり混乱までしてしまうんですね、この部分ですね、変更したら混乱までしてしまうんで、えー、まあ修正はしませんよということです。はい、だからう、えー、ははになります、はい では続いていてきます次が問題18で問題18は合併ですけれどもこれ逆取得で、まあ、ちょっと難しいですかね個別の処理やってから連結やらなければいけないんでこれ両方知らなければいけないというところでちょっと難しいですねはいでは見ていきましょう、えー、で逆取得に関してはもうここですね2行目取得企業は B 社で、えー、消滅会社ってありますからもうこれで逆取得ですねはいじゃあそれを前提にいくと、えーまあ、取得企業 B で消滅会社ですけれども個別上はまず A をね習熟に考えていくんでした で、逆取得だから、まあ、b の母価を引き継いでいくということですよね。個別上は？が、なんで個別上はこれ b の母価を引き継いでいくと。個別上のですね。資本金がいくらかっていうふうに計算できます。いいですか？あのこれ連結上の資本剰余金が問われていますが、この連結上の資本剰余金を求めるためにはまず a の個別で。 どれれだけ資本金が計上さなんで,でかっていうと逆取得の場合も連結上は取得企業が、ね、パーチスを適用して非取得企業をですね、えー、吸収するっていうそういう処理でいいわけですけどもただいかんせん実態としては、えー、逆取得ごめんなさい実態と形式的には逆,逆取得なんでこの A の消えてしまってる A の資本金を連結の資本金にしなければいけないということでした。 だからまず個別上の処理をしてこの A 社の資本金がいくらになるのかということをまず計算してあげなければいけないんですね。A 社の資本金がいくらになるのかと。そうしないと連結の資本条件が出てこないんですよ。で A の資本金いくらになるのかっていうとまず A は個別上逆取とか母価引き継ぎですから、まあ、この青でチェックしたところの差額これが B 社の母価ですからその半分ですね。これは 問題文の,資料の,2の3これですかね。A 社の個別の増加資本については2分の1を資本金さらにその2分の1を資本上金とするとあります。はいですんで、まあ、これ差額取っていくと142万8000たす37万2000から62万を引いていくとこれ差額で118万なんですね。万が A 社のの個別上の 増加資本、ただ、資本金と資本剰余金を二分の一ずつに分けていきますんで。まあ、割にしてあげて、五十九万が個別上の A. 社の資本金になります。つまり36、三十六万足す五十九万ですね。三十六万足す五十九万が、これが A. 社の個別上の資本金です。つまり、九十五万なんですね。 95万が A 社の個別上の資本金です。で、この A 社の個別上の資本金が逆取得をした時の連結上の資本金になりますね、えー。まあ、A 社は非取得企業ですよ。非取得企業ですけれども、まあ一応ね存続していますよっていうことをね尊重して、えー、この95万もうなくなってしまってる A 社の資本金をごめんなさい、えー、取得されるね取得される A 社の資本金を連結上の資本金としていきます。だからこいつが連結の資本金ですね。 これが連結の資本金とで、B の連結上の処理をしていきます連結上は、もう普通,通よりパーチェス層で、えー、まあ A 社を自家評価して取り込むというものですね。パーチェス層で A 社を自家評価して取り込むと。で、聞かれてるのが、連結 BS の資本上金ですから、B の払い込み資本、要は連結上、払い込み資本がいくらになるのか、ね、これを知りたいわけですよ。まずははい で、ででそこでいいですか求めていきますと払いい込み書が知れたいって言葉ですよ B 社が A に対して、まあ、何株発行したかっていうことを想定していかなければいけませんでした。で実際上はこれ合併比率が1対2で、えー、B 社株式1株について2株の A 社株式を発行していますんで、えー、A 社 B 社に1万2,000株実際発行してるわけですね。 A 社 B 社にこれ1万2万二千株を実際発行していると、はい。これによって実際の持ち株比率っていうのは、えー、A 社の方が25%で B 社の方が75%っていうこういう割合になっているわけですよ。はいでこの25対75にしたい。 で実際は4,000株と1万2,000株っていうね、えー、ところでしたけども連結上は B 社6,000株を主役にして75と25の関係性を作っていくということでした。はい、なので、えー、B 社は何株発行すればですね、えー、75対25の関係を作っていくことができたかっていうとこれは、えー、2,000株ですかね2,000株を A 社に対して発行することによって、えー、B6,000 で A2000 で75と25の関係を作っていくということでしたから連結上はこうですね2,000株を A 社に対して B 社が発行したっていう形で取得権を求めていくんでしたでこれ単価が390ですからえ2,000かける390で78万これが連結上の払い込み賞なんですね78万これが連結上の払い込み賞、は。い なので、B 社で考えていくとででですすよ、よ。連結の話ですよ B 社で考えていくと、この78万の払いコミッションを加えてトータル、ここのですね、赤で囲った金額が連結所の資本合計になります。77万足す21万2000足す78万で合計176万2000これが連結上の資本合計176万2 0 176万2六万二円のうち資本金にしなければいけないのは A 社の個別上の資本金でした A 社の個別上の資本金だから176万2千円から A 社の個別上の資本金を引くと残りが資本上金の金額でこれが81万2千円なんですね176万2千円から95万を引いて81万2千円これが連結上の資本上金になりますはいなのでまあこれ個別やってまず A 社の資本金求めてから え連結上の資本金および資本準備金上予金を求めていかなければいけないんで、えー、まあ難しいですよね。なので、まあさらに逆取得なんで普段のですね通常の企業結合よりも若干ね、えー、手薄になられている方が多いと思いますんで、えー、まあやや難しい正当化のせ中にさせていただきました。はい。では問題の19ですね。問題の19は正当化のせこですね。はい。まずあはですね中期の話なんでここを判断できなくても構わないです。ね、で結果は丸なんですね。結果は丸です。 で員王はこれ暫定的な処理の話で、あのー、暫定的な処理はしなくてもいいですよっていうような話が書いてありますけどもこれ暫定的な処理しなければいけませんよね。えーまあ、取得原価の配分が完了しない場合には完了前の決算時点では取得原価の配分に関する会計処理は行わず完了した時点で行ってありますけども、まあ、とりあえず暫定的な処理をしていかなければいけないんで会計処理を行わずっていうところねここツですね暫定的な処理をして確定した時点でまた修正をかけていくということでした。はい で上丸ですね、これはあの簿記の話ですね、上丸で、まあここ判断できなければいけません。で、絵が罰ですね、まあこれは簿記の話ですけども。えー、現金との財産のみを受け取りたい方する事業分離、子会社に事業分離する場合。親会社、個別上。 受け取った現金との財産を移転前に付された適正な母艦により計上することになるので、移転損益は認識されないとあります。まあ,あの親子会社からの取引で共通者以下にはなりますけども、個別上は一旦移転損益認識します。ですか？移転損益を認識した上で連結で取り消すんですね。だから、個別上は一旦移転の損益を認識するので、ここはバツですね。個別上は認識されないとあります。まあ、これ連結だったら認識しないで合ってるんですけども、個別上は一旦共通者以下でも認識をして連結上取り消すっていうプロセスを減ますので、ここはバツになります。はい。 だからまあここも正解をしてもらいたかったですね。はい。前のところはちょっと引っかかっちゃった方もいるかと思いますから。まあ、その政党間のせと中の間ぐらいっていうイメージですかねえー。まあやや難しいまあ、中でもよかったと思いますけどもね。なんとかね。正解はしていただきという。まあ、期待を込めたというところになります。はいで、それに対して問題の自由は正当化の設定です。まあ、ちょっと難しいですね。正当化の設定。えー、関連当事者のお話でかつ絵なんかは非常に細かいのでね、えー、難しいと。 で「間違ってるのはです、ね、あと A です」で A、は、えー、公募増資が関連当事者の開示の対象になりますとありますけども公募増資っていうのは条件をここの関連当事者ににででですすすね、ね、えー。有利にすることとかできないんですよ、ね、みんな公平な条件ですからまあ、こういった公平な条件の場合は関連当事者の取引であってもねあの、開示対象にならなかったというところでしたね関連当事者としてを相手として取引をしても、えー、まあ、そういったですね、公平性があるものについては 開示ののの対象にならならいいいとといとうこと、はい、そして絵絵方でですすねの方はちょっと読んでいきますか当社の使用人兼務役員 E は当社の福利厚生制度による住宅ローン貸し付けを受けている当該貸し付けが重要な取引である場合には当社の連結上関連当事者の開示の対象になるとあります。で、まあ、このですね使用人としての制度を利用しているような取引はこれは開示の対象になりません。 まあ役員さんであればね確かにこれ関連当事者になるんで開示対象になる可能性ありますけどもあくまでもこの福利厚生の一環とする住宅ローン貸し付けですね、えー、まあ使用人の地位なんかに基づいている制度になるんで、まあ、そういったところについては。 えー、関連当事者の開示対象にはならないと、えー、なりますけども、まあ、これは非常に、えー、細かくて難しいですねそして「意と「う」の方もですね容易に判断できるようなものでありませんので、えー、問題の20はね「あ」もなんとかですね×、えー、罰にしてそこからまあ軸に拾っていきたいというところですけどもまあこれ難しいんでね正当可能性は「て」です、ね、もう埋没に近いと考えてください、はい、で問題の21ですね問題の21はこれは正当可能性こうですね、えーまあ、非常に優しいですかねまず組み替え調整ですね え組合調整、当期にその他の包括歴に含めていた項目が組合調整として、当期純益を構成することはないとありますけれども、そんなことないんですね。当期に発生したものが、当期発生額と組合調整ですね、ダブルにです、ね、計上されるものはありますから、はいだからこれは×です。はいで、続いて、えー、連結包括歴でその他の包括歴にく、えー、計上される項目、えー、非支配下分ラにかかるその他の包括歴。まあ、この部分が 純資産の分の相談のほうかするきの部分に記載されてありますけどまあこれ×ですよね。はいこでまあと下の「う」とか「え」もですねこれも簡単に判断できるんで、えー、まあここは正当感性こうと。はい、えー、それでは問題の22、まあ、問題の22は,22は通常の原損ですからまあここは解説はいいかなと思います。 はいまあ、普通のプロセスに従ってもらえればと思うんでまあ多少ね集計に時間はかかりますけれどもまあここはね正当化の成功とさせていただきます。はい、というところで、ね、個別問題ばっとね、えー、見ていきましたけどもやっぱり難しい問題と、ね、簡単な問題の差が激しいというところ特に、えー、まあ理論なんかは正当化の設定がね3つほどありますんでまあその部分はねもう合否には影響がないと考えてください。で個別ののの計算なでで、ね、特に初めの方の え資産の計上額を求める問題であったりとかねあのさんののとかの問題であったりだとかあとはえまあ資本的質運動の話や手形の話ですね、えー、まあそこはね結構細かな知識が要求されたりもしますので、えー、そして手薄になられてる方も多いのでね、えー、まあそこもなかなか難しかったのかなというところで、えー、まあ正直受験生にとってはね結構酷な試験だったのかなとは思います。はい では最後に、ね、総合問題でここは、まああのー、ちゃんと解説をしていくとですね時間がなくなってしまいますので、まあ、簡単に概要だけ、ねえー、お伝えをしていきます。はい、でまずはですね、あのーまあ、びっくりされた方もいるかと思いますけども条件付き対価ですね出ました、えー、問題文の資料1の4です、ね、将来の業績に依存する条件付き取得大会、ね、追加的に認識するまでまたは負のドですねこれは支配権獲得時点で認識されたものと仮定して計算するというところで、あのーまあ、確かにですね 面食らった方もいるかと思いますけどもえー、まあ、これ模試なんかでもね相互問題じゃなくて個別の問題で出題していますしまあ、結構この条件付き大会についてはですね公開草案が出てるっていうかねないからですね講義の中でも私はね結構やっておいてねということは申し上げたので、まあ、なんとかここは正解していただきたかったかなというのは正直ありますまあ、細かな解説はですね分析会だとかですね、えー、過去問解説講座の方でですねまたお伝えをしていきますなのでまあ初めにね形状したあのれんがあってでここだとですねえーここかな、ね 追加で60ですねこの T 社に対価を支払うと S 社の経常利益がです、ね、1,000を上回っている場合には P 社は追加で60を T 社に支払うことになっていますよとありましてで実際に経常利益が1,000を上回ったんで対価が支払,支払われましたと。 そしたら60を追加的に払うっていうことはその分だけのれんが増えるわけですね。取得に要した支出が増えるわけですね。取得原価が増えるっていうことですからその分のれんが増えますよと。でのれん増えるんだけどもこれは支配獲得日時点で認識されたと仮定をしていきますんでさかのぼってのれん60を支配獲得日時点で計上してその後焼却をした残りが、えー、これ問題23の罰2年度ののれんですね。はいなのでもともと計上していたのれんに加えて追加的に えー、対価の支払い型60部分の、えー、部分60部分も、まあ、2年半かな焼却をした上であこれ 1, 1年半かすみません1年半焼却をした上でえでもともとあったのれに加えていくとはいだからもともとあったのれに60の部分を加えて、えー、あとはまあ焼却をねちゃんと1年半していった残額これがねこの問題23の答えになりますでただまあ取得関連費用なんかもですね、えー、これ入っていますのでここかなえー まあ若干難しいですかね引っかかっちゃった方もいるかと思いますなのでまあ問題の23はこれは正当可能性は中にさせていただきますね中と個人的には正解していただきたかったんですが、まあ、取得管理費用とですね条件付きたい方まあ2つあるんで正当可能性中とさせていただきますはいで、まあ、この総合問題の中で必ず正解をしなければいけないところは1つ売り上げからですね問題27 ここは必ず正解していかなければいけません正当可能性はこうになります。はい。まあ、ここを落とすと、えー、ちょっとですね、厳しくなってきちゃうかなというところですね。だとまあできれば、えー、この26なんかも正解していただきたいというところなんですね。ただ残った242528はこれはもう。 まあ24はですね細かい論点知ってれば正解できたかもしれませんけどもまあそれでもちょっと難しいところですかねえー、持ち分ポテ用会社が子会社にですね、えー、商品を売買してるとアップストリームと同じように扱っていくっていう結論なんですねまあ本物の取引だけでちょっと見ていくとえー、P 社が連結子会社の S, S 社と持ち分法適用会社の A 社ですね、ここ2つですね、グループとして持っていて、で S 社のが七が70%ですかね。で、A 社の三十が30%と。で、商品売買として、A から S の売買と、S から P の売買と、まあ、2つあってですね、でまあ、ここがね、1つポイントになりましたけども、 この関連会社持ち運動適用関連会社から子会社への売却で,、えー、でここはまあアップストリームとして、ね、通常のアップストリームとして扱っていくとでこれ知らなかったらもう解けないわけですよ、まあ、その部分が、ね、かかってくる部分なので、まあ、ちょっと難しいですかね、はいまあ、あとはね首都関連費用があったりだとかね、えーまあと評価差額がマイナスでちょっと解きづらかったりだとか、えーまあ、少し、ね、難しいと思います少し,少しというかだいぶ、ね、難しいので、えー まあこの総合問題はですねとにかく27ですね27が取れれば OK とできればもう一つ取ったらもう御の字ですはいなのでまあ27取ってなんとか23取れればもう本当に御の字ですけどもまあ27だけ取ってね、えー、まあそれでもうちょっとねその個別の8点のもね時間をかけるっていうのが、えー、ま新しい戦略だったのかなと思いますはいまあいずれにしてもですねもう多くの方が、ね、なかなかこう苦しんでいる、ね、今回の試験ですから まずねこう今すごく落ち込んでいらっしゃる方も多いと思いますけれども、まあ、そのボーダーっていうのがどうなるのかおそらくだいぶ下がると思いますから、ねえーまあ、ここね数日間のですねいろいろな情報をキャッチアップして、えー、またねちょっと気持ちなかなか切り替えられないかもしれませんけどね少しずつこう前向きに、ねまあ、次の、ねえーまあ、目標に向かって進んでいただければと思います。はいということで財務会計論はですね まあちょっと細かいところなんかねまたあの分析会なんかでお話をしていきますし、えー、まだ今日の今日で、えー、まあ解いたばかりですねその受講生とですねほとんどんお話をしていない状況なんで、えー、まあ実際のね皆さんの出来っていうのが、まあ、正直ねまだ今のところは分かりませんなのでまあこのボーダーとかも一応暫定的なものだと考えてくださいなので今後ですね、えー、まあ受講生のお話なんかを聞き、えー、まあボーダーなんかをね、えー、少し修正する可能性っていうのはあると思ってくださいはいでは財務会計論としての解説は以上になります まあ非常に難しい試験というところで、ねまあ、必要以上に落ち込む必要はありませんのでとにかく次に向けてね気持ちを切り替えてあの落ちたと思っている方もボーダーが下がればね実は受かってるっていうことも当然ありますんでねまあ少し気持ちがね多分すごい沈んでると思うんですよ、えー、でもそこの部分はですねなんとかこう、えー、少しね、えー、まあ時間をかけて、まあ、時間をかけてって言っても、ね、その1週間とかそれぐらいでですねなんとかこう切り替えて 次に向かって進んでいただけたらなと思います。はい、えー、それでは本日はね本当にお疲れ様でした。財務会計論の解説動画は以上になります。